ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアパパ、ハッピーバースデートゥーユー。パパ、ろうそく消して。うん、ケーキママと作った。ん、あ、落ち日になってる。あのね、プレゼントある。聞いて。なんで止めるの？うん、一人で作ったパパに。じゃっじゃーん、プレゼントはこの曲でした。あのね、パパもピアノ弾くでしょ。まねっこ、綺麗な音並べて作った。パパ、怒ってるの？朝日、すごいの？すごいとダメ？あ、いい？うん、パパって朝日のパパになったばっかでしょ。だから朝日も弾けたら一緒に遊べるかなって。うん、でもパパ笑ってないよ。朝日、ケーキ食べたい。ケーキ、ほら、早く早く。朝日。お父さん。朝日。ごめん、お父さん、ごめん。もういいんだ。もういいんだよ。あれ。おかえり、朝日。ああ、ただいま。なんか長い間、生きてるのに生きてないみたいな感じだったな。心が止まっていたんだ、ダイブの後からずっと。覚えてるよ、涼也が震わせてくれたんだな。いや、俺だけじゃない。あーちゃん、猫、邪魔だ、どけ。ああ、よかった。本当に待っていたんですよ、みんな。勢ぞろいじゃん。あ、もしかして俺のお見舞い？何寝ぼけたこと言ってんだ。りょうちゃんだけじゃなくて、俺たちみんな頑張ったんだよ。絶対後で事務所に怒られるけど、ゲリラライブとかして。ライブ？なんで？ヒョウさんはライブドローイングをしていましたよ。もちろん稲荷がセッティングしてくれたおかげだがね。俺も見たかった。いや、みんなどういうこと？説明は後だ。朝日、お前を助けたのはパトレイサーだけじゃない。え？パトレイサーと彼らの愛がお前を救ったんだ。いける？当然だ。緊張してきた。最初なんて言おう。そんなの決まっているだろう。そっか。よし、行くぞ、リョウヤ。せーの、王様チャンネル、カッコ仮。